あなたの心に火を灯す、東洋室想及び神道研究家の羽賀光です。今回は、神道における最も重要な考え方の一つ、みそぎ払え。そして、幸せになるために、開運するために、絶対に必要と言ってもいいでしょう。みそぎ払えの考え方についてお話をさせていただきます。 この動画をご覧になっているあなたは、おそらくほとんどの方は日本人だと思います。日本人らしさっていろいろあります。東京オリンピックを東京で誘致するときに話題になった、おもてなしの言葉。これも日本人らしさの一つ。他にも、もったいない精神。これもったいないっていう言葉に当たる英語がないという話があったりするんですが、さまざまありますね。 でも、日本人らしさの一つっていうのが、綺麗好きということがあります。例えば、毎日お風呂に入るとか、掃除が好きとか、断捨離とか、まあそういった日本人の中でブームになるような考え方。これ、綺麗好き。で、例えば、今回も新型コロナウイルス、なぜか日本において死者の数が少ない。これなんでかと言いますと、綺麗好きの精神が 由来してるんじゃないのかっていう説がありました。帰ってきたら手洗いするとか、靴脱いで家に入るとか、毎日お風呂入る。そういった習慣っていうのが、実はコロナの感染拡大防止につながってるという話もあったりしましたが、これね、長所です。ただ、長所の裏に短所ありなんですね。じゃあ、この綺麗好きっていう精神が短所になるとどうなるかと言いますと、例えば、アメリカ、 前大統領はトランプさんでした。日本においては、なかなかああいった方は大統領になることはできません。これ、一体なんでかって言ったら、スキャンダルだらけだからなんですね。汚れてるように日本人からすると映る。だから、なかなかああいった方は大統領にはなりにくい。総理大臣にはなりにくいわけなんですが、アメリカだといけたりする。で、これはね、穢れを嫌うという日本人の性質なんですね。 例えば、芸能人の不倫のニュース。これみんな好きですよね。話題になりますよね。なんでかって言ったら、日本人これ、うわ、こいつ汚れてるでみたいな感じで叩くわけなんですね。 でこれも叩きすぎやっていう話があったりするんですがああいった感じで一回炎上するとなかなか芸能界元の仕事に戻ることが難しかったりするということがあるわけなんですがこれも日本人の綺麗好きの精神に由来するものと言っていいでしょうでこれ別に今に始まったことではなくて昔からそれに近い習慣風習みたいなものがあってそれを 村八部と言ったりします。つまりは、こいつ汚れてるでって言った人間見つけては叩くって言ったところがあるんですね。でも、それは叩くというよりかは、浸透的に言いますと、急ぎ払いしてると言い換えることもできるわけなんです。で、今回は、急ぎ払いとは一体何なのかっていうことについてお伝えするんですが、 神道の考え方、重要な考え方の一つに、すべては神様という考え方があります。特に神様なのが何かと言いますと、自然物です。山も神、樹木も神、岩も神、木々も神、星も神、太陽神、月神、海神、全部神様なんだよ。ってことは、人間も神様だよね。私も神様、あなたも神様。でも、それを忘れてしまうっていうのが問題。 じゃあ、なんで忘れてしまうかっていうと、人間は罪や汚れを心の世界に背負ってしまうからです。で、なんで神社参拝が重要かと言いますと、神社参拝することによって罪、罪汚れをみそぎ払いする。それによって、私も神様、あなたも神様なんだよねっていうことを思い出すわけなんですね。で、最後の みそぎ払えが一体どこに遡るかと言いますとこれ、イザナギの狼様が自分の奥様、イザナミの狼様が死んでしまった。読みの国に行った。で、それを追いかけてこう読みの国に行ったわけなんですけども、読みの国で自分が見つけた奥さんの姿っていうのは想像してたものとは違った。うわあなんでこんな姿になってしまったんだということで逃げ帰ってくるわけなんですね。 読みの国、死者の国に行ったイザナギの御事は、たくさんの汚れを背負ってしまった。それによって、お堂の淡ぎ原というところで、みそぎ払いをしたというところが、みそぎ払いの起源とされております。神道っぽいのが、みそぎ払いをしながら様々な神様を生んでいったということなんですね。 まあ、ここにも深い真偽、意味合いがあったりするんですけども、それはまた、おいおい、この神社チャンネルでお伝えしていきましょう。今回は、みそぎ払えとは一体何なのかっていう、この言葉の解説です。で、みそぎと聞くと、皆様、どのようなイメージを抱かれますでしょうか。例えば、滝に打たれる。これみそぎっぽいですね。お風呂に入る。 これもみそぎでございます。まあ、言霊で言いますと、水で注ぐようなイメージがあるのがみそぎです。で、払えは何かですよね。例えば、さっさっさっとこうなんか払う。もしくは、なんかこう、かんさんにさっさっさっとやってもらう。これ払えのようなイメージがあります。 じゃあ、一体、みそぎと払え。これ、どのような違いがあるのかと言いますと、簡単に言いましょう。例えば、滝に打たれるとか、お風呂に入る。これ、自ら進んでやりますね。そう。自ら進んでそぐのが、これ、みそぎなんです。つまりは、同じ浄化の儀式なんですが、みそぎはちょっと自力的。 で、払えは何かっていうと、例えば、神社参拝した時に、神主さんに唱えてもらうのりと、これ、大払いのとって言いますが、神主さんに唱えてもらったり、もしくは、神様に払ってもらう。つまり、払えっていうのは、ちょっと他力的な感じなんですね。という違いがございます。で、まあ、違いで言いますと、そんな感じなんですが、例えばね、みそぎ。 これ、どういう時に使うかと言いますと、これ、言霊的に見ますと、身を、はい、そぐ。といったような意味合い、つながってきますね。で、例えばね、政治家とかがなんかスキャンダルやって叩かれますね。叩かれて、こう、謹慎期間を経て、こう、復帰するときに、 みそぎは済ませてきました。みたいなことを言う政治家の方が昔はいらっしゃったりしたわけなんですね。芸能界でもあったりしたわけなんですよ。それは何かっていうと、もう身をそぐような痛みは伴ってきましたと。差し出すもん差し出したから許してくださいやと。言ったような意味合いがみそぎにはあります。払えっていうのは、神様、どうか払ってくださいと。 いったようなイメージがありまして、まあ、ぎ払え。これによって浄化する。何のために浄化するかって言ったら、途中で言いました通り、もともと私たちは神様からの新婚を授かってる。神様の分け見玉、ま。神様なんですが、それを忘れてしまってる。なんで忘れるかって言ったら、この世のまがごと罪汚れを背負ってしまうからなんです。だから、それを忘れないようにするために、 みそぎ払の習慣を作っていきましょうということなんですが、まあ、みそぎ払の習慣の一つっていうのが神社参拝なんですね。お手水します。神主さんにノリと相乗してもらいます。それによって心をクリアにすることによって人生も幸せになっていきましょう。開運していきましょうということなんですが、身を削ぐとはですね、痛みが伴うことでもございます。 で、今回ですね、一つお伝えしたいのが、例えば、新型コロナウイルス。今回の騒動によりましても、まあ、様々な痛みを伴うような現象っていうのが、日本においても、世界においても起こっております。そういった痛みを伴うような現象が起こった時は、昔から日本人は、それは、みそぎの現象だと考えていたということなんですね。 まあ実際に私はそのように感じております。ただね、いや政府のミスだとかね、政治家良くないとかっていう点も多くありますよ。でもそれも今まで日本人が抱えてきた問題点っていうのが炙り出されてる。さあ炙り出されたことによってどのように変わっていきますかっていうことが問われてるようにも思います。まあそれも禊そぎ払えの一つです。今令和に入って時代は大きく変わろうとしている。 変わろうとするときっていうのは必ずこういったみそぎ払いの現象が起きるということなんですね。そして時代が変わるときには私たちの心も変わっていかねばならない。ということでぜひこのみそぎや払いの習慣を大事にしていきましょう。よくわからないという方はこのみそぎ払いの方法の一つ、これ言葉によって浄化するっていうことがあるんですね。で、 によって浄化するためにこれ何かって言ったらノリトなんです大原へノリト天津ノリトそういったノリトを創造するわけなんです今は大原へノリトも天津ノリトもインターネット検索すれば出てきますし私の伊勢の神様っていう本神社ノートっていう本にもこの大原へノリトは天津ノリトのことを書いております神主さんだけがノリトを唱えてみそぎ払いするような時代ではなくて一人一人が か主のような気持ちになって、全員が自分で大払いをしていく。もしくは、誰かの心を払っていく。そういった人たちが、一人でも多く現れることが、今回のような、コロナウイルス、みそぎ払い現象が、早く静まることにもつながってくるんじゃないのかなと思って、こういった発信をさせていただいております。はい。ということで、今回は、 神道において、もしくは日本人においても非常に重要な考え方、そぎ払いの精神についてお伝えさせていただきました。あなたの開運をお祈りしております。芳賀ルでした。